今日はスタミナラーメンです。今日は花粉がきついのでちょっと辛いのですが、いただきます。キムチとかいっぱい入ってます。これはキクラゲ、チャーシュー、スナック、心配していた病気の話なんですが、膀胱がんは一応ありませんでした。幸い入院してなかったということですね。よかったです。首のリンパ腺に少し腫れがありますので、今日病院へ検査に行きます。ちょっと怖いですけどね。ピリ辛ですごく美味しいですね、スタミナ。
近所にラーメン屋さんがないんで食べに行く機会があんまりないんですけど今あの店のラーメンみたいなやつを生で売ってますから便利ですね。さっきまで肌寒かったのにラーメン食べるとポカポカしすぎますね。
辛い。ああ、もうさ、辛かったけど、やっぱこれはいいですね、辛いの。ご飯がかばん飯がこれで終わりでしたけども、ごちそうさまでした。